動物写真家の小原玲です。北海道今桜が咲いています。今日は私があの YouTube をやりだしてようやく収益化対象になったんですけれども、この間のいろいろな出来事失敗のお話をしようかなと思います。まず私の場合には収益化対象の課題であるチャンネル登録者1000人と再生時間4000時間1年間のこれのどっちが大変だったかというと再生時間の方が大変でした。私が上げてきた動画の多くが1分とか2分ぐらいの可愛い動物の動画が多かったんですね。で元の時間が短いから再生時間はそれほど稼げてなかったんです。それにて10分ぐらい喋った内容の Vlog 形式のものは再生回数はそれほど多くなくても5倍から10倍時間が長いので再生時間を稼ぐことができている。なのでだんだんとこうやってカメラの前で話すことが多くなってきたのは再生時間を増やすための取り組みでもありました。で周りの人に聞くと人によってチャンネル登録者数を増やす方が大変だったっていう人もいれば再生時間の方が大変だったっていう人もどっちにも分かれるかと思います。でも間違いなく言えてるのはやはり動画の本数を上げないとどちらも増えないっていうことですね、特に YouTube の場合は動画の本数が多いほど YouTube が他のチャンネルに掲載してくれる回数が多くなってきますの動画の本数をある程度多くすることっていうのは必要じゃないかなと思います。私がた失敗主に3つ大きなのがあります。1つ目は前にも話したんですがおじさんは頭が固いの でまた価値観が出来上がっているので自分がいいと思っているものが人もいいと思いがちっていうところですね。これ本当つくづく感じました。自分がいいと思って出したものが必ずしもヒットするわけではない。そうではなくてたまにはこんなことも話してみようかなって言ったものがそれよりも全然増えていたりするわけなんですね。でここで大事なのは視聴者が何を望んでいるかっていうことを見抜くことですね。それをやらないビジネスはどれも失敗する。何も YouTube に限らず様々なビジネスにも通じることじゃないかなと思いました。で私これね環境問題の講演でもよく言ってたことなんです。どんな風に言ってたかというと環境問題っていうのは人間と自然との共生だと。で共生において大事なことは自分が相手に何をしてあげようって考えるんじゃなくて相手が何を望んでるかを見抜くことだと。うちの夫婦の場合私が地方に公園に行ってお土産でお饅頭を買って帰ってくると、はいお土産って言って妻に渡すとありがとうって言って受け取った妻が開けた後ね、私たち結婚してもう25年以上経つなよ、私がこしあんが好きで粒あんが嫌いだってまだ分かってないのって怒られる時ってあります。よかれと思って買ってきたお饅頭で逆に怒られちゃうってこと、はい夫婦の共生の間にはこういうことよくあります。でもうちの妻高校生で愛子16歳で小説家になったものだから未だに鉛筆と消しゴム原稿用紙なんですね。で可愛らしい鉛筆とか消しゴム買ってくるとものすごく喜んでくれるんです。相手が望んでるものだからなんです。自然と人間の共生を考えるのが環境問題です。でも今まで自然は人間にすみません電気自動車に乗ってくださいとかすみませんエコバッグ使ってくださいとか言ってきたことないんです。これらはみんな人間これをやったら自然が喜ぶだろうというそういう良かれと思ってやってることなんです。これはさっきのお饅頭と同じように往々にして恨みがあります。もっと考えるべきは自然が何を望んでるかこっちを考える必要があるんじゃないか、このことを私は環境問題の講演で言ってます。でそれで行き着くと自然は森を望んでいるってことにつながるんですけど、相手が何を望んでいるのかちゃんと見抜くこと、このことをしっかりやらないと YouTube は失敗するなっていうことがつくづく感じたことです。今もそれに対しての勉強の真っ最中です。2つ目の失敗これは音です。生地テレビの人たちと一緒に仕事をしていたからワイヤレスのモノラルピンマイクとか持っていたんですね。でこれを使っての失敗が多かったです。どうしてかというとカメラにモノラル信号の音を入れちゃったわけなんで、これはテレビの時みたいに、それを納品して向こうの技術者が仕上げてくれる時には問題なかったんですけども、 YouTube のように自分で最終段階まで仕上げる時にはモノラル信号を疑似ステレオ化しなくちゃいけないとか音量を適切に合わせないといけない、ソフトによって
ってモノラル信号の音は小さく聞こえてしまうソフトとかもあるみたいで、スマホによってモノラル信号の音が小さく聞こえる、そういったスマホもあるみたいです。なので、あの、私はもうめんどくさいのでステレオで撮るようにしています。今、あの、こうやってステレオのピンマイクを使って録音しています。後で疑似ステレオ化するのを避けるためです。で、これぐらいの近い距離で風がないときにはカメラマイクで撮ることもあります。カメラマイクで撮った方が失敗は少ないですね。凝ったことをしようとすると逆に失敗が出る。でも、あの、風が強いときにはやっぱりピンマイクが必要なので、この辺まだ試行錯誤中。まとめますと、おじさんの失敗で多いのは音です。音に関して初期の動画はすごく失敗していました。なので、音に関してはいろいろ、あの、勉強されてからやるのがいいかと思います。で、3つ目の失敗、これはスペルミスです。これよくやりました。生地、英語を打ったりすると、で、ワープロとかメールソフトは今スペル変換がついているので、打ってればミススペルは指摘してくれます。でも、動画編集ソフトにはその機能がついていないんですね。で、これのためにスペルをミスことがとても多かったです。スペルミスしたままの動画を上げてしまうと直すことができないんですね。で、そうすると一旦削除して再度またアップし直さないといけない。スペルミスには特に注意しなくちゃいけない。この3つですね。視聴者が何を望んでるかしっかり理解すること。音、あとはスペルミス、この3つがおじさん YouTuber として私がよくやった失敗です。で、どんな機材で YouTube やってるかというと、私いろいろ考えました。何が向いてるかなっていうので、で、あの、カメラとしてはスマホはすごく有益だと思いました。 iPhone とか、またスマホによる動画編集アプリ、この中には生地の動画編集ソフトよりもよっぽど簡単におしゃれな YouTube が作れるものもあります。ただおじさんにはちょっと向かないかなと思ってます。なんでかというと、やっぱり小さい作業をこのスマホでやってるのが老眼の目には厳しいんですね。なので、カメラとしてのスマホはすごく有益だと思うんですけれども、編集に使うアイテムとしてのスマホは若い人にはいいけれども、おじさんには向かないんじゃないかなと。で、私は結果ソニーの、あの、 Vlogger 用のカメラ ZV-1 っていうカメラを使って、で、それにワイヤレスのステレオピンマイクを使って、あの、使用しています。で、このステレオピンマイク使うときにちょっと注意しなくちゃいけないのが、デジタル音声入力ではなくてアナログ入力にしないと使えないってことですね。これね、説明書、あの、パッと見たときに説明書が中に入ってなくて、あの、なかなか最初気づかないです。で、このカメラに使う人多いと思うんですけれども、あの、アナログ音声にしないと使えないっていうのはちょっと要注意かなと思います。編集は私はダビンチリゾルブという動画編集ソフトを使っています。これは、あの、そんなに簡単じゃないです。私が YouTube やりだして一番大変だったのはこのダビンチリゾルブを覚えることだったんじゃないかなと思います。もうこの年になって、あの、また新しいソフトを一から覚えなくちゃいけないのかっていうぐらいちょっと大変でした。ただ、あの、一度覚えてしまえばもう大丈夫ですので、ここはちょっと頑張るしかないかなと思っています。やりながら分からなくなったら検索して覚えていくっていう覚え方もあると思うんですけれども、どうせ最終的には必要なことは全部覚える必要がありますので、3日間ぐらい徹底的にやった方がいいような気もします。私はやりながら覚えていったんですけれども、その度に、あ、これもっと前から知っていればよかったな、これもっと前から知っていればよかったなみたいなことの繰り返しです。なので、最初3日間ぐらい徹底的に覚えちゃった方がいいような気もします。覚えなくちゃいけないのはまずつなぎ方ですね。で、あとは、よく使うのがカット編集という、私の場合だったら、あのとかとかいう言葉をカットする、その作業のやり方で、あとは音の入れ方、あとは、あの、タイトルの入れ方、あとは画面にもう一枚、あの、写真内動画を入れる時のやり方、こういったことだと思います。で、一通り全部最初に覚えちゃった方が、あの、結果的には良かったかなと思ってはいます。おじさん YouTuber ね、なかなか大変です。
この年になってまだこんなに覚えなくちゃいけないことがあるんかみたいな感じで本当大変でした。でもそこはやっぱり頑張らなくちゃいけないところかなと思って頑張ったつもりでいます。でも YouTube、やればやっただけ成果が出ることも間違いない。本当大変ですけれども、動画をアップしていけばチャンネル登録者もそれなりに増えてくるし、再生回数も増えてくるし、これ1ヶ月2ヶ月で判断しちゃダメだなっていうのはつくづく思いました。やっぱり半年、できれば1年以上やらないと YouTube に対してどうだっていう判断はできないんじゃないかなと思ってます。だからこれからも頑張りますので引き続きよろしくお願いします。